はい、どうも、みちです。今回は、2022年で、目標をちょっといろいろ考えていて、その中で、一つ、行動をしっかりと覚えたいっていうところが今ありまして、その行動っていうのが今、頭の中でわかる行動もちらほらしかないし、引いたコードが何のコードかっていうのもちょっと時間かかっちゃうんですけど、いろいろまあかければ、あ、このコードかもしれないぐらいはわかるようになってるんですけど、ちょっともうちょっと踏み込んで、いろんなこのコードを引きながら行動に対しての知識を深めたいっていうところが今の目標にありまして、で、結論から言うと、一番のその、まあ、行動を勉強したいって思った理由が、ソロギターをいろいろ最近こうアレンジして、自分でその考えながら、オリジナルアレンジをこう、してるんですけど、その中で、弾いてて思ったのが、メロディーとベースと合った時に表現できる時ところっていうのが、そのメロディーとベース以外のところの音でいろいろその曲の雰囲気だったり、まあ、明るさ暗さだったりっていうところが出てくるっていうところが、いろいろソロギターを弾いてて分かったんですけど、コードを知らないまま今現在はメロディーとベースと弾いてない余った指で音を探ってって、なんかハマる音とハマらない音ってあるじゃないですか。ちょっと違うなとか、これはちょっと合ってるなとか、そんな感じで、いろいろこう、ベースとメロディー以外の指で抑えられるところをこう、ちょっといろいろ探ってって、で、その、合ってそうな音を弾いてる中で、一番、そこで困るのが、自分でその、耳で、あ、これがしっくりくるなっていう音をその探りながら入れてるんですけど、なんかその自分の中でこの音は違うだろうっていう音、この音はちょっと不安すぎてこれはおかしいだろうっていうのも、なんかその次に別のコード弾いた時に、あ、このコードがあったから次のコードもなんかよく聞こえるっていうか、雰囲気がちょっとガラッと違って綺麗に聞こえるというか、そういう部分がコードをちょっと勉強していく中でなんとなく分かってきてて、で、コードをやっぱり覚えないと、だいたいこんな音の不安なこんな音、普通に曲アレンジしていく中で使わないなっていうふうに自分で思っちゃうんで、なんで多分これからそういうソロギターにアレンジした時にも、まあ、コードを知らないままいけば、この雰囲気の部分っていうのがソロギターにできない。まあ、これからもいろいろやっていく中でそういうところがあるとあまり面白くないっていうふうに思ってきちゃうと思うんで、よりそのいろんなコードを知っていくところで、ソロギターにアレンジした時に、あ、そういえばこのコードをちょっとやってみようかなとか、使ってみようかなってところで、
ちょっと、いろいろこの幅を広げて、まあ、よりその、自分の思った、アレンジにできるように、なんかいろいろおしゃれなコードとか覚えながら、今、ソロギターアレンジしてる曲のその雰囲気よりも、より自分のその想像の、想像通りの、アレンジで弾けるように、コードをちょっと覚えていきたいっていうところですね。なんでそのソロギターをちょっともうちょっと今よりも楽しくアレンジできるように、ちょっとコードを覚えていこうっていうところが、目標に至った理由なんですけど、とにかくその、コードを覚えるにあたって、こう練習してても、あんまりコードを勉強するかっていう時に、なんかちょっと別のことしちゃったりとかして、うまく進まなかったりとかするんで、こうやってちょっと動画に撮りながらやれば、頭の中に入ってくるんじゃないかっていうところですね。で、なんかいろいろこう、動画にしながら自分で考えながらやって、まあコードのそのフォームだったり、構成音だったりっていうのをしっかりと頭に入れながら、まあそれをヒントに別のコードの時も、あ、ここがこうで、あそこがあでっていうところが自分の中で考えながらできるようにしたいっていうところです。で、今回は、コードを覚えたいっていうところで、動画ちょっと終わりにしようかなと思うんですけど、とりあえず、この動画をこう、撮り始めて、コードをこう一つずつ、こんな感じの構成音だとか、5弦ルート、6弦ルートの押さえ方はこうだ、ああだっていうところを、ちょっと一つずつ動画にしながら、まあ、勉強しながら、やっていこうかなっていうふうには思ってるんですけど、ちょっとこう定期的に、いろいろこう、勉強進めていきたいっていうのもあって、最近のその、僕の、動画の投稿してる内容は、大体そのソロギターにアレンジしたとか、自分でそのフレーズ考えて弾いてみたとか、割と1、2週間、3週間とかに一遍とか、それぐらいのペースなんですけど、ちょっとこう、コード覚えたりだとか、まあせっかくその、今、高純ギターアカデミーっていうところに、登録させてもらって、いろいろそっちの方でも動画見れるようになってるんで、そっちの方で勉強したところの内容とかも自分でこう動画で説明できるような、そのレベルになってれば自分の中でしっかりと知識として入ってきてるんかなと思うんで、しっかりこう動画で自分でこう覚えたことを説明できる、それぐらいちょっと勉強深めていきたいなっていうところの中で、動画の投稿も今よりも頻度を上げていきたいかなっていうふうに思ってるんですけど、目標は、1年間で100動画投稿したいなって思ってて、365日あるんで、100だと、まあ、だいたい3日4日に1遍あげればっていうところなんで、まあ、そんなに、難しくないと思うんですけど、ただその、なんとなく弾いてたりだとか、なんとなく練習してたりとかすると、やっぱり今まで通りになっちゃうんで、ちょっとずつその、まあ、勉強しながらやるってところで、継続してやっていきたいなっていうふうに思いますんで、まあその初めの動画1個目の
動画、まあこの動画ですけど、今のこの喋ってることが、まあ100個目の動画の時には、全然レベル低い話をしてるなっていうふうに自分で思えるように、ちょっと一から順々に練習してって、まあ1個目の動画、50個目の動画、100個目の動画っていうところで、自分で撮ってる時にも、あ、今までやってきた練習があったから、ちょっと成長したなっていうふうに自分でも思えるように、ちょっと頑張っていきたいと思いますんで、またちょっと、これ見ている方いらっしゃいましたら、ぜひ、いろいろコメントとかいただければと思います。Twitter とか、見てると、結構やっぱりみんなレベル高い人がたくさんで、ちょっと僕のレベルだとついていけないことばかりだし、みんな上手すぎて、なんか自分の下手さに気づくというか、いつまでやってんだっていうところをずっと練習してる気がするんですけど、まあそういうところも、まあ、人とこう比べるじゃないですけど、まあ自分のペースで、自分のその、楽しいそのギターの、勉強方法というか、弾き方というか、やり方というか、まあ好きでこうギター始めたんで、まあより好きな気持ちでこう、楽しい気持ちで弾けるように、って思ってやろうと思ってますんで、ぜひまたちょっとこれを機に勉強して、皆さんにまたちょっとその自分の練習の成果を見せれたらなと思います。なんでこれからしばらくちょっとこう練習した動画よりも、こういうちょっと基本的な知識をこう勉強してる動画の方が多くなっちゃうと思うんですけど、まあいろいろこうやってみて、自分でちょっと楽しい方向に今後いけたらなと思いますんで、そんな感じでやっていこうと思います。でまたちょっといろいろ他の目標だったりとか、これやりたいあれやりたいっていうのはあるんで、まあそれもまたおいおい動画でまた話していけたらなと思いますので、またぜひよかったら見てみてください。ありがとうございました。